皆さんこんにちは。人形劇団ワーニーコです。ちょっと変わった名前でしょ。ワニだと思ったかな。ワニじゃないのよ、ワニコな。どうしてワニコかというと、私の名前は三輪千恵子。名字の三輪の反対は、そう、ワニ。千恵子の子をつけるとワニコ。一人でやっている人形劇団なので、自分の名前からつけました。よろしくね。ワニコの人形は私が作っています。今日のお話は歯磨き歯磨き、始まり始まり。Thank you.
くんもピッカピカになりました。よかったね。汚れてますね。皆さん、ごちそうさまの後は、歯磨き。では、ゾウさんの歯を磨いてくれるお友達。では、お願いします。歯磨き、歯磨き、さっさっさ。歯磨き、歯磨き、シュッシュッシュ。歯磨き歯磨きラン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 。ありがとう。ゾウさんもピッカピカ。よかったね。ね、はい、これでどう？汚れてますね。皆さん、ごちそうさまの後は、歯磨き。では、蝶々さんの歯を磨いてくれるお友達。では、お願いします。歯磨き歯磨きさっさっさ。歯磨き歯磨きシュッシュッシュ。歯磨き歯磨きランランラン。ララン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 。ちょうちょさんもピッカピカになりました。よかったね。ごちそうさまでした。では、猫ちゃん、
お口をあーん。汚れてますね。皆さん、ごちそうさまの後は、歯磨き。僕歯磨きしないよ。僕ね、ご飯を食べたら、デザートを食べるんだよ。いただきます。ああ、おいしい。デザートを食べたら、歯磨き。僕歯磨きしないよ。デザート食べたらね、おやつを食べるんだよ。いただきます。ああ、おいしい。おやつ食べたら、歯磨き。僕歯磨きしないよ。おやつ食べたらね、この飴をペーロペーロ舐めて、テレビを見るんだよ。歯磨きは？しない。いいのかな？夜になりました。大変。猫ちゃんの口の中、バイキンだらけになっちゃった。猫ちゃん、歯磨きする？では、猫ちゃんの歯を磨いてくれるお友達。はい、お願いします。歯磨きシュッシュッシュ、歯磨き歯磨きラン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 。あら、猫ちゃんの歯まだ汚れてます。どうしてかな。あのね、猫ちゃんは全然歯磨きしてなかったんだって。猫ちゃん、もう一回磨く？では、猫ちゃんの歯磨いてくれるお友達。はい、お願いします。歯磨き、歯磨き、さっさっさ。歯磨き、歯磨き、シュッシュッシュ。歯磨き、歯磨き、ランランラン、タラン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 。猫ちゃんもピカピカになりました。よかったね。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この歯磨き歯磨きは未就園児、0歳、1歳、2歳、3歳までのお子さんに見てもらいたくて作りました。劇の中で、歯磨きしてくれるお友達と聞くと、よちよち歩きの子が本当に自発的に手を挙げて前に出てきてくれます。それを見たママは、きっと我が子の成長を感じているでしょう。今は人形劇活動を自粛しておりますが、コロナが収まりましたら、また皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。